はい、こんにちは、ショウタです。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやってきます。またこのグループでちょっと順位をね、頑張って戻していきます。3桁にちょっと戻すことを目標にね、やっていきます。で、相手なんでラッキー入れてんの？どういうこと？そのラッキーどうしようかな。クレベースが欲しいかどうかだよね。でもな、入れるスペースねえよな。まあ、特殊系のハピナス持ってく必要がないから、ないよね。ああ、トゲキスいんのか、相手。ハピナスちょっといてもいい気もするな。なんなら欲しかったりするか、結構。ってなると、でも相手トゲキ出てこないんだったらハピナス無駄になっちゃうけどな。ドヒドイでハピナス、トゲキスの選出になるかな。まあ、これだったら初手トゲキかな。で、ハピー、ドヒドで。で、ギャラドスが結構苦しいんで、ダイマックスをハピナス捨てながらからして、どうかな。まあ、ドヒドイでキリあるから、そんなにだし、トゲキス、ダイマックスすればそこそこ打ち合えるけど、だいぶ雰囲気要素の強い選出ですね。誰から来るかな？ラッキーから来て、こいつをどうするかっていう話だよね。まあ、モリモリ投げてくると思うんだけど。いやー、電磁波一回入れたいと思うんだよな。身代わりで一回なんかを見る。ステロも巻きそうだよね。ちょ、身狩り置いてみていい？一回。一回試しに。身狩りあることバレちゃうし、トゲキスちょっと削れちゃうんだけど。オッケー。で、相手は、ここから投げに来るはずで、まあ、ここは託まないと始まんないでしょ。で、電磁波と地球投げの託が、ここから無限に発生していくから、まあ、エアスラでひるませて、ビビらせつつ、身代わりを置いて、匠をもう一回積むみたいな感じかな。まあ、ここは投げてくるよね。んで、ここだな。まあ、中間卓のややすらっていうのはあるけど、ひるませんだったら、OK 理論で。まあ、でも相手ここ、電磁波もう一回押したくないはずで、って考えると、悪巧みを押すべきだと思うんだよね。二回目積んでも、わかんないから、中間卓を押します。これを押しておけば、最悪外しても、地球投げじゃなかった場合でもひるませるんで、安全に。あー、やばいやばいやばい。うぞー。やってもうたなー、それ。まあ、でもこうなるんだったら、もう開き直って、匠積みまくっちゃえばいいんじゃね？もうしょうがないでしょ。投げてくるけど。てか相手の方が先に動くのか。それはあんま良くねえな。いや、まあでもこうなったらもうこっちにとっては怖いもんなしだよ。マジで。もう一生たくむもん。まあ、地球投げ連打だと思うけど。投げ電磁波、ステロ卵海だと思うんだよな、技構成。しびれ。まあ、S ダウンも痛いけど、この、動けないのがどれだけ絡んでくるかって話もあるよね。日差しで。いやー、素直に、ハピに引くべきあったかな。でも、ステロ投げられ、巻かれてさ、めんどくさい展開になるだけっていう雰囲気もあったんだよね。なんか日差しあるから、電磁波がちょっとうざい、麻痺がうざいぐらいで、ここは相当無理やり積んでいけるんじゃないの。トゲキス一発で倒せるようなポケモンが、って考えると、これ多分しびれで困んなければ別に大丈夫なんだよな。ここも引いてないんだ。ってことは、これ麻痺でなんとか仕切る気か、こいつ。ねえ、ふざけんな、お前。
あ、でも怒んない怒んない。朝の日差しをして丁寧に悪巧みをしていけば倒せるから、こんなことでは怒らず、まあ、引くとしたらここか。相手も悩んでるね。朝の日差しのターンにまひる方がやばいからな、どっちかっていうと。ヒットポイントマックスの状態で裏に対面できれば、別にダイマックスで無理やり倒せたりするから、それは全然 OK なんだよね。これ残飯結構生きてるな。ちょびちょび、こうやって回復していくのがめっちゃでかい。で、ここもたくんでいいや。これ逆にむしろ相手裏のポケモンに引けなくね？匠3回積んじゃってんだからこっち。どうするつもりなんだろう。おー、マジでさ、マジで言ってる？ 2 回に1回も引ってんだけど、うざけんなよ。マジ。朝の日差し。もう、これだるいな。地球投げより明らか、ねえ。ざけんな、マジで。あ、さ、俺がこれじゃラッキー使って、この同じ処理ルートでさ、突撃室対処しようとしてもさ、こんな一回も決まったことないからね。こんな。で、全部ひるまされるだけで終わってさ、何にもできないんだからさ、そんな、お前だけラッキーをそんなうまく使えるなんてことあっていいわけねえんだよ。そんなのは許さねえからな。なんで最後の一回の匠がなかなか詰めないかな。武器ケースヒットポイント振り切ってもね、205までいかないから。投げ、地球投げ耐えまで振れないんだよね。ラプラスとかはそこまで行くから、それが結構強かったりするんだけど。ゾーン。オッケー。3回積んで、で、日差しをしてから、まあ、ダイジェットは切るほどでもないか。ダイマックスターンにまひんのが一番だりーな。ちなみに3回たくんだのが結構。3回たくんでも、まあ、でもラッキー硬いからな。ここ動いてほしい。オッケーオッケー。えらい。相手地球投げ PP 増やしてねえだろ。TOD に甘えて。こっち側をね、持つ気持ちは新鮮だけどね。麻痺ってて上から打てない以上、何も面白くないね。で、これで相手でも受け出し効かないから、ラッキーで倒しきるしかないと思うんだよね。ちょ、倒せ倒せ倒せ。あ、いいダメージ入るね。で、これならタク、ダイマックス切っちゃっていいな。とにかく3回、ダイジェットを、まあ、ひらずに打てれば、裏から出てくるポケモンも上からエアサラで潰せるようになるから。な、麻痺でな、前ようなんて、通用しねえんだよ。絶対許さねえからな。いけ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 。ちょ、マジマジ動いてほしい。こう、あいつ卵を見せてもいいから。投げてきてる。それ甘えてね。死ぬぞ。オッケーオッケーオッケー。でかいでかいでかい。これガチでかい。死ね。よっしゃー。ちなみにこれ、トゲキス。C6 段階上がってるけど。S はちょっと麻痺ってる分、遅いけどね。めっちゃ速くなったけどな。あ、違う。パワーえぐくなったけど、トゲキス。で、ダイマックスターンまだ2ターン残ってるから、ダイオールで枯らし切ろうっていう話もされなくて、まあ先にダイマックス切っちゃったのがちょっと、あんま良くないんだけど。エースバーン。スチールがあるかどうかだけどね。スチールあるとちょっとめんどくさいな。まあでも、裏をドヒドハピで、見切れるかもしんないね。ウラオスいるとちょっと困るけど、あー飛び跳ねるんだ。え、これ飛び跳ねるだったらさ、エースバーンも死なね？ラスト1体に託そうって話か？
まあまあ、ここはいいよ。ここは全然いいよ。ふねえ、さっきめちゃくちゃまひりまくって、超イライラしてたのが、ちゃんとここで、なんか元に戻ってるわ。まひってるからもう関係ありません。ちょ、ここ絶対動くよ。ねえ、おかしいじゃん、マジで。もうさ、さっきのターン関係ないけど、まひってんだからこのターン動けよ。これまずいなぁ。どうしようかなぁ。俺、トゲキッス一回切れる子まで残せるように、残すわ。で、これどうせ S1 火炎ボールとかだから、ドキドキ引いちゃっていいと思うんだよね。ダイマックス。まあ、ナックルかジェット、裏のドラパルトとかを見てから、ジェット、どう打つか。まあでもほとんど低速だからな。別にジェット打つ必要もそんなないと思う。あ、でもエース番のミラーを考えるとジェット押しときたい気持ちもあるのか、相手は。じゃあ負けでいいよ、もうさ。そのエース番使うの禁止しろよ、マジで。法律で。そのエース番使うやつ本当にさ、どうかしてるよ。小学生の頃さ、絶対万引きしてたでしょ。そうじゃなきゃそんな S 番使えないもん、普通。もう、ちょっとトゲキス捨てます。絶対おばあちゃんの財布からさ、金盗んでるべ。もうで、なんかそういう、盗っ人の、さ、なんか、あれは出てるもん、その癒しさみたいのが。どうせね、水タイプで受けるんでしょっていうところ、ダイサンダー使えば倒せるじゃん、みたいなさ。出てるよね、やっぱりね。ジェット。ありえんだりーな、これ。どうしようかな、これ。ドヒドイでハピナスって出すか。まあ、ドヒドイでから入っていいと思うんだよね。で、ここで、どっちを押すかって話なんだけど。まあ、一回ハピに引くか。もう、こういうポケモンにさ、邪魔されんの本当にうざいねんけど、なんとかなんないかな。じゃあ、特殊 S 番とか両刀 S 番使ってる人をさ、なんか、なんていうの、なんか、竹島の守備員として送り込む法律とかない？なんか、作ってくんないかな、そういうの。オッケー、ここは第3打だよね。それはハピナスで問題なく対処できていて、つっても結構入るな。ドヒドにここ引くかどうかだよね。まあ膝があると思うんだけど、交代読むんじゃね。いや、わかんねえ、これもう本当にタクだな。でもこっちは常に正解を引き続けないと負けるタクで。エレキフィールド2ターンか。ここ多分打ってくるよ。なんでかっていうと、ここドヒドイで引かせると、トーチから次。あ、終わった。風！じゃあお前、ここ飛び膝にさ、こっちドヒドイで投げてさ、トーチ化をしてたらさ、お前さ、あれだよ、 S 番の、あのエレキフィールド枯れてさ、その時ネット打ってたよ、こっち。いいの、それで。統治化するけど。エレキボール。これさ、再生と統治か連打でさ、粘れない？エレキボールに対して。回復量的に。玉舐めあるから、いや、玉舐めある分でもこっちも痛いんだよな、めちゃくちゃ。うわぁ。終わった。もう、本当にこれ勝てないんだけど。こういう S 番マジで。日本から出ていけよ。